松山秀樹が2位浮上マスターズ第2ラウンド決勝ラウンド進出。2022年4月9日、男子ゴルフの海外メジャー大会マスターズトーナメントは8日、第2ラウンドが行われ、松山秀樹選手がスコアを3つ伸ばして通算 3, 3アンダーの2位に浮上し、大会連覇を目指し高位置につけて決勝ラウンドに進みました。 アメリカ・ジョージア州で行われているマスターズトーナメントに9年連続11回目の出場となる松山選手は史上4人目の連覇を目指し8日の第2ラウンドに臨みました。イーブンパーの19位からスタートした松山選手は前半の2番パー5と3番パー4を連続バーディーとしてコースタートを切りました。 その後、6番のパー3では、ティーショットをピンそば90センチ余りにつけて、バーディーを奪うなど、この日はショットが好調で、前半スコアを2つ伸ばして折り返しました。しかし、後半に入ると、難しいコースと風に苦しみ、何度もピンチを招き、それを何とかしのいでパーセーブするという展開が続きました。すると、15番のパー5で、2オンに成功してバーディーを奪い、 この日、松山選手はバーディー4つ、ボギー1つでスコアを3つ伸ばし、通算 3, 3アンダーで他の3人の選手と並んで2位に浮上しました。5打差の単独首位に立ったのは、今年アメリカツアーで3勝を挙げて、世界ランキング1位のアメリカのスコッティシェフラー選手でこの日、スコアを5つ伸ばし、通算8アンダーとしています。 また自動車事故から復帰したアメリカのタイガー・ウッズ選手は通算1オーバーの19位で決勝ラウンドに進みました。日本勢では金谷匠選手が通算5オーバー、アマチュアの中島啓太選手が通算7オーバーでいずれも決勝ラウンド進出はなりませんでした。